投げれたら、ある程度この相手のボールのこの許容範囲で投げれたら、ちゃんと肘が出て、最後にこの2本が押し出す感じ。こんな人が下行くじゃん。力、そのためには肘とか手首って力抜いとかなきゃ。力んでってどうなる？下行くじゃん。力んでたらこんな力入る。それは力抜いとけば、力抜いとけばある程度投げる。その感覚を2人で力入れないでちゃんと相手に渡せるようになる。これぐらいの距離でいく。